ストニックは韓国の自動車メーカー、キアが製造・販売する小型クロスオーバー SUV。世界的に人気の高い小型 SUV 市場に売って出るべくスポーテージの下を受け持ち車種として開発された。同セグメントのヒュンダイコナとプラットフォームなど多くの コンポーネントを共有するが、欧州と北米の両地域で販売される粉に対して、ストニックは北米市場では販売されず、代わりにやや大柄なセルトスが投入される。なお、中国では、KX1 の社名で販売されている。韓国国内における国産のライバルは、サンヨンチボリ、ルノーサムスン QM3、シボレトラックス、輸入者のライバル、並びに、世界的なライバルには、 日産、ジューク、日産、キックス、ホンダ HRV、プジョー 2008, フィアット 500X、ジープレネゲドトヨタ CHR、マツダ CX-3、アウディ Q2 などがある。2017年6月20日、オランダのアムステルダムにて実写が披露された。韓国においては、2017年6月27日のプレス向け説明会で初披露され、 7月発売予定と発表され、翌7月13日に発表、発売を開始した。海外向けには1.0リットル、直列3気筒グディターボ、1.2リットル、直列4気筒、カッパに、1.4リットル、直列4気筒マンマの3種のガソリンエンジン、並びに5速、マニュアルトランスミッションもしくは7速、マニュアルモード付け DCT が仕向け先に応じて用意、されるが、 韓国では1.6リットル、直列4気筒ディーゼルクディー、1.4リットル、直列4気筒ガソリン、2018年8月に、追加された1.0リットル、直列3気筒オクディターボガソリンの3種すべてに7足、マニュアルモード付け DCT の組み合わせとなる。プラットフォームは、ヒュンダイと共同で新規開発した、ギガバイトプラットフォームを採用。上のヒュンダイコナのほか 追って登場する YB 型、リオ、中国市場で販売される、KX クロスにも使用される。韓国では 4WD が設定されないことが、災いし、販売不振に陥ったため、2020年9月末を、もって、販売を終了しているが、海外向けは引き続き生産、販売されている。スピーディーと音階の第一音である主音を掛け合わせた、造語。ありがとうございます。